通信教育の現代書道講座、市販化、全部で7冊あるんですけれども、教養編、楷書編、行書編、草書編、隷書篆書編、仮名編、そして創作編と、まあ、これだけを1年間で、やるという通信教育ですが、これ、まあ、自分がやったものとしてね、ご紹介なんですけれども、おすすめです。ぜひにというほどではないんですけれどもね、たくさんある中で、まあ、どれやってもいいと思うんです。最後までやり通せれば。どの通信教育も、どのカリキュラムも、まんべんなく学べるという点では、書道講師を目指すんであればね、修了証をもらうところまで行けば全体が見渡せると思います。で、今回はこの教養編ということで、どんな内容になっているかの、紹介です。まあ、全部でどのぐらいのページ数かというと62ページまであるんですけれども、ざっと見渡します。まあ、これを見てね、ぜひやってみたいということであれば、まあ、日本書道協会というところで、出しているものですし、ネットで検索しても出てきます。書道の組織っていっぱいあるんですよね。書芸院ですとか、まあ私、小学校の頃から所属していたところはですね、まあ教書、月1回の課題があって、それを提出すると、まあ、級がもらえると。で、その雑誌の中に何級何級何級って、まあどこでもあると思うんですけども。で、まあ、掲載されるというところだったんですけれども、まあ、そこの組織はどんどん級が上がっていくので、自分がやっていた所属していた小学校の2年生から社会人として、まあ、年齢としてはね、50歳になるまでの間40年間やってたんですけれども、どこまで行ってもね、一番上の段位とかにならないんですよね。始めた頃は師範っていうものまでしかなかったんですけれども、やっていくうちにね、高校、社会人で、社会人も5年目10年目ってこうなっていくうちに、どんどん上ができて、いつまで経っても上にたどり着けないっていうね。で、自分がようやくその一番上にたどり着いたと思ったら、さらにその上ができてしまって、何なんだろうっていう思いもあったんですけれども、で、こういったものだと、師範化終了すると、まあ、当然、まあ、師範という、まあ、認定証がもらえるんですけれども、それはどこの会派だったり書道団体もみんな似たようなことをやっていると思うんですけれども、そこでの階級のね、認定というのを、まあ、別の検定試験があって、それに合格すればもらえるとかね、いうシステムもね、大体一緒だと思います。で、大事なのは、国家試験になるものはないんですよね、書道の場合って。
文部科学省が講演している公筆書写検定、毛筆の検定なるものはあるんですけれども、自動車や医師の国家資格の免許と違ってですね、あくまでもその組織での認定になります。ただ、毛筆書写検定、公筆書写検定1級を持っていれば、教えられる技量はもちろんつくんですけれども、昔で言えばね、筆耕の仕事が、できる、書状が書けるとかね、ご祝儀袋が始まって、いろいろな実用の書、それから古典の臨書、小さい子供が教えられるということになるんですけれども、書道で教えられる国家の資格っていうと、教員免許になるわけですよね。大学で、教職課程取って、で、教育実習をやって、大学のカリキュラムも文学部の国文科だったり中国文学科だったりで、そこの中の書道専攻でやって、国語の先生の中の、小学校中学校の書写の時間で教えられるのと、それから高校の芸術書道、これで、指導ができるというためには、当然国文学、中国文学の規定の科目と、教育言論、そして、教育心理学、さらには指導をするために、当然教育実習として、実際に学校へ行って、生徒、児童、教えるという実習を積んで、教員免許を取得してということになるんですけれども、今、書写の時間がすごく減っているということと、高校における芸術科目の選択の中で、音楽、それから美術で、書道と、大体3つに分かれると思うんですけれども、書道を選択する比率というのは、音楽や美術から比べると相対的に少ないと思うんですね。で、私の学生時代、昭和50年代の高校、9クラスあって、音楽クラス4クラス、美術クラス4クラスで、1クラスだけが書道クラスというぐらいの比率なんですよね。それほど人気がない。一時から比べると盛り返しているのは、書道甲子園なるもので、パフォーマンスの、書道が、通常のね、展覧会で、作品を飾って、美術館なりで見るっていうだけのところから、創作過程を、パフォーマンスとして、観客の前で演じるっていう、半分、スポーツ的な部分もあって、芸術性だったり、当然字も整ってなければいけませんけれども、書いてる過程を一人ではなくてね、チームとしてやるという新しい分野ができてね、変わりましたけれども、今手元にあるこの現代書道講座、これを私が通信教育でやっていた時期は、まだその書道のパフォーマンスといえば、一人で着物着て、
何袴履いて、広い公衆の面前で大きな紙に太い筆で小字数を書くということぐらいしかなかったんですよね。で、学生がチームを組んでパフォーマンスというのは比較的最近の話なので、それに関してあんまり触れられていない。これかなり内容固めです。師範化ということで、まあ、学校の先生というよりは書道塾で指導をするということを念頭にした内容になっています。ただし教員免許を取って学校で教えるということを目指している大学の、文学部で、中国文学、国文学の書道専攻の、学生がですね、あまり余裕ないかもしれないけれども、大学のカリキュラムのプラスアルファとしてこれをやるっていうことができればね、非常に心強いというか、大学の教育言論とか心理学とか一冊でも相当なボリュームあるんですけれども、それ講義出て、例えば公衆平等費だとか旧石油錬成名だとか周知商業所だとか蘭亭序とかね、もう大学の過程では前輪奏でいけば、赤土盆古今集前輪も夏休みの宿題でこれ全部やってこいっていうぐらいがもう普通だと思うんですよ。まあ身内にもね、未昇格者で書道専攻で卒業している者がおるんで、何をやってきたかは私も見ているので、知ってます。相当ハードなんですよね。ですがこれ全部で7冊あるんですけれども、非常によくまとまっているので、大学卒業した後教えながらも時々振り返ってみるとか、書道全体を網羅するっていう点では非常に効率的だと思うんですね。で、これを、執筆している先生も、教員免許を持って、いらっしゃる方で、なおかつ、鈴木水賢のお弟子さんということで、あります。で、かなり内容、大学の、書道の、内容をかなり凝縮して、いますので、で、内容触れますけれども、まずは国民教育と書ということで、戦後を中心とした、書道教育の歴史、昭和の時代から、まあ、平成の前半にかけてですね、私がこれやったのはもう20年以上前の話になるので、でその当時書がだんだん廃れ始めていて、小学校中学校の書写の時間がどんどん削られていく中での、ものなのでね、書道とは何かということと書の特質ってこう書いているんですけれども、絵とか音楽とどこが違うかっていう、その芸術の部分といわゆる書写と書道の違い、ペン字なるもので、実用で手書きをするものと筆を持って、字を書くという歴史的な成り立ちと、そこからさらに進んで、ここでね、文字の話と実用の話と書いてますし、それが芸術としての書の話にこうなっていくんですけれども、各過程で絵と違って引かれた線の良し悪しを問う、
要は書き始め、起筆で終える終筆、その途上、文筆、こういったものを大事にする、そして二度書きしない、まあ、絵だったら筆をこう重ねていくという西洋の油絵だったり水彩画と違って、水墨画もそうなんですけれども、引かれた線、書かれた筆の動きがそのまま生きるという点では西洋と東洋の大きな違いだと思うんですけどね。例えば油絵でも水彩画でも塗り残しの余白を作らない西洋に対して東洋、水墨画も書もそうですけど、何も墨が塗られない、余白を大事にするというものがあります。でここにね、余白には価値があるとこう書いてあるんですけれども、まあその例でこうやって、山水画、まあ、水墨の絵ですけれども、まあ、墨が塗られていないところがあるという、墨の濃淡の芸術と、まあ、書もですね、淡墨であればその薄い墨、にじんでいるところ、濃いところ、まあ、こういったところの違いを、表現するとか楽しむとかね、いうこともあったりします。で、他の芸術との関連性の話もあります。視覚、目に訴えるものとして絵や彫刻、建築と書、それから耳で聞くという音楽、それから言語による芸術、文学、そして総合芸術として、舞台、映画や演劇、ミュージカル、歌と踊りだけではなくて舞台装置だとか物語に音楽が乗る、だから照明だとか演出だとか脚色だとか、いろいろなものがこう積み重なるものと、まあ書がどういう関係があるかということですね。で、書は基本的に二次元の世界、平面の中での表現になるんですけれども、立体的なものを作ろうとしている試みもあります。その話はね、ここにね載ってはいないんですけれども、実際に例えば紐で三次元の空間に横から見れば文字になる、上から見るとその距離感があるので、その紐の始めから終わりまでの過程がこう見える、横から見ればそれが文字になって見えるっていうような作品があったりしますけれども、なかなか難しい分野です。そして歴史的には、まあ、甲骨文とか金文の、まあ、占いから始まっての歴史的なものになるんですけども、石碑として残るというところから、今度は中国が、インドから、仏教を伝えて、それが広まる、サンスクリットのお経の言葉を漢字に置き換えるっていうところで、仏教と中国の文字、漢字の結びつきという歴史になっていきます。で、そのあたりが、修辞商業所、岩頭商業所という、三蔵法師、建長が、長安からインドですね、シルクロードを渡って、行って帰ってきて、でその経典を、中国に広めるというために中国語漢字に置き換えるというようなことから、さらに漢字と仏教の結びつきってこうつながりが深くなるんですけども、それが今度は、日本では遣隋使や遣唐使なるもので、中国から日本へ渡ってきて仏
教と仏教美術と書、経典ですよね。般若心経ですとか、地合経ですとか、いろんな経典を中国から持ち帰って、ということになるんですよね。で、その後は、仮名の文化として日本の、和歌、短歌ですよね。そしてその後では俳句ですとか、安土桃山の文化の中で、花開いた、美術。その後、保阿弥光悦ですとか、大和絵、とともに書も残っていくんですけれども、その後江戸時代になって、きらびやかな桃山の文化がこう廃れていく中でね、わずかに残っていく書道、それほど江戸時代以降を空海やね、小野の豆腐、三筆三色の頃にたくさん残った書の作品が江戸時代になると、これはというものがほとんどないんですよね。そういう変遷をたどりながら、明治以降を、江戸時代寺子屋で手習いで、覚えた子供たち、一般庶民が明治以降の西洋の学校教育の中で文字が書ける話せるっていうところで、文部省がひらがなカタカナ、常用漢字、全国民が読めて書けるというようになっていく中でね、その書写としてきれいに書けるから美しく書ける、整って書ける、さらにもう一つ上、大正から昭和の初期にかけてはもっと筆で字を書く時間というのは多かったですし、教科書の内容も充実していました。昭和の初期の頃の、国定教科書を執筆した手本を書いた人は、鈴木推薦ということになるんですけれども、その手本の一部を私は青森の先生から譲り受けましたけれども、今の小学校、中学校、高校の書写や芸術書道の手本とは共通の部分もあるんですけれども、かなり選出が違うものも多かったりします。当然題材はね、昭和の戦前の頃、戦中の頃っていうのはどうしても、軍国主義の問題もあって、そういった内容になってしまいますけれども、基本的には王羲之の書がベースになっている楷書行書が中心になっていたりします。で、普通に高等小学校から中学校にかけて、変体仮名も漢字の楷書行書草書も学んでいたのから比べればね、今は中学校までで、行書までしかやらないと思うんですね。草書を書くということは義務教育の中ではやってないと思うんですけれども、そういった背景があって、今あえて筆を持って書をたしなむ、作品を作るとか芸術として極めるということになればね、その中国や日本の書の歴史と美術芸術に対する考え方という背景、
どうなって今に至ってるかという話が非常に端的にまとまっているというのがこのテキストの師範課の教養編になります。実際このように、最後は西川先生までということになるんですけれども、その後はね、青山さん先生、ですとか、今ですと、石飛八甲先生ですとかね、かなですと、日比野先生ですとか、もう亡くなられたね、村上三島先生、殿村先生、桑田先生、さらにはそのさらに前に遡ればですね、田中海道先生ですとか、今関修築先生ですとか、私の師匠でいけば鈴木水賢、小暮政府、それから大阪には中川宇帝先生、それから岐阜県、には、松下指導先生、その他にもですね、教育書道連盟でいけば、小山天秀先生ですとか、その他にもね、学芸大学でいけば伊藤三秋先生、その後を継いで、大きな字を書く戸田貞山先生とか野口白帝先生とかね、いろんな方が、いらっしゃいますけれども、まだまだね、かなでいけばね、熊谷恒子先生ですとか、他にもね、有名な先生、いっぱいいらっしゃいますけれども、今この時代本当に書をやっているというのはごく限られた人、展覧会に足を運ぶのもその限られた人、日展行っても一家二家、いわゆる日本画、洋画、人がいっぱい入っています。見てわかるから。だけど書道になると途端にガランとしているんですよね。何書いてあるか読めない作品が非常に多い。もちろん読める作品もたくさんあるんですけどもね、みんな何書いてあるか読めない、 いわゆる草書連綿の作品になってくると学んでないからわからない、わからないから面白くない、つまらないになってしまうということもあったりするのでね、こう作品の景色とはこう書いてあるんですけれども、本当にやってる人しかわからないっていう狭い世界。絵は別に油絵だとか水彩画だとか構図だとか描き方だとか、プロの指導を受けなくても美術大学で専門に学ばなくても見て楽しむことができるのから比べると、書はみんなが本当はやっているはずなのにわからないになっちゃうんですよね。特に草書の作品だとか、こういった篆書の作品だとかになると、その線の質だとか字のバランスだとか余白だとか、何がいいんだろう、何が素晴らしいんだろうっていうのを見抜くことが難しい。それから比べると絵は全く言ってない人でもスーパーリアリズムなんか見てれば写真と変わんないよねっていう凄さとかね、綺麗だとか、もう全く経験何もなくても楽しめるっていう方や、書の世界はモノクロのね、隅一色の世界で見た目も面白くないっていうことがあったりします。そこに書かれてる文字が何を意味してるかっていう、読めばどんなことが書いてあるんだろうっていうことが分かったりするんですけれども、なんか読むのが億劫、めんどくさい、
になっちゃうんですよね。普段書いている楷書や行書じゃなくて草書になったり連名になったりする途端に、うわーめんどくさい、わかんないになっちゃうっていう、まあ、そこをどうやって残していくか、教育指導をしていくか、時間を割くか、他のね英語だとか数学物理ね、地理歴史科学、まあその他のね、芸術科目にしても体育にしても、限られた時間でどれだけ効率よく学ぶかということになるんですけども、英語の比率もどんどん高まっていくので、国語、いわゆる普通に日本文学だとか日本語の文章を読む書くというものの力がだんだん落ちているような気もするんですけれども、それを筆文字で表現するという芸術書道なるものはさらに遠くなってしまいそうな感じがするんですけれども、ここに今作品の話がこう書いてあります。屏風だったり額に入れて、産業の五言律詩だとか七言絶句だとか五言絶句だとかで、横に長い変額の話ですとか掛け軸の話だったり、和歌や俳句だったりすれば短冊というね、小さなものだったりするんですけれども、あとは巻物ですね、長くなっているもの、あとは扇、扇面というもの、まあ、色紙に和歌を書く、俳句を書くということも非日常化がどんどん進んでいて、めったに見なくなってしまいました。懐紙にしても、そもそもこういう和紙、雁皮ですとか、いろいろな、和紙も存在するんですけれども、その手すきの紙も手に入らなくなってしまいました。で、筆も墨も硯も紙もなかなか高価なものになってしまって、本格的にやろうと思うと、昔だったら普通に手に入ったものは今ではプラスチックの墨汁に変わってしまい、筆も軸が竹ではなくてプラスチックになり、毛もイタチだとか羊馬から人工のものに変わりつつあるっていう中でね、創作、まあ、どのように作品を作っていくかという話になっています。当然、このテキスト市販化なのでね、本科高等科を終えた人が、学ぶということになっていますので、当然普通に半紙の手習いで、半紙に4字6字書くという臨書は一通り終えている、かなもおおよそ荒野切れや赤土本の古今集は書いてきたということと、半節にも二行書き三行書きの漢字の作品だとかかなの作品をやってきたっていうところで、さらに師範家として上を目指す人が今ここに貯水量と顔真系の、字が並んでますけれども、こういった細かい筆遣い息遣いなるものがね、パッと見て、あ、これ誰の作品、どういう線、どういう筆遣いっていうものが分かってる、ここで初めて知るんではなくて、すでに分かっているっていうレベルで、進めていくということになると思います。で、ここでは墨継ぎの作品例となって、同じ紅は緑にして山青くして花もえんと歩数ですよね、紅は緑にして、いよいよ白く山青くして花もえんと歩数、今春みすみすまた過ぎ、これいつの日か記念だらんという五言絶句
がこうあったとして、同じ配置にはなっているんですけれども、どこで墨を継ぐかによって濃淡、準かつの変化を見せる、楽しむということなんですけれども、こういったことが、師範化のレベルでは、求められるということですよね。で、それが端的なのは仮名の先になります。もう枯れてもかすれてもここまでっていうところはその状態で書き続ける。逆に墨をたっぷり含ませて早い動きでにじみを抑えながら書くところ、もう墨がなくなっている状態でもゆっくりでも筆を動かしてかすれてる線をあえて見せるとかね。そういったこととか、余白をどう生かすかとか、いろんな配置の話とかの後に、落款と、印について、の説明が書かれています。落款として、自分の名前とか画号を書いてそこに画印を押してという話になるんですけれども、画印も、文字が、白い白文、文字が赤い朱文、白文の方は、自分の名前、朱文の方は画号、2つ押す、最低限1つ自分の名前を押すみたいなことと、さらにもう1つ、右上に印を押すと。いう最大3つ押すという話がこうあったりするんですけれども、であとは記号した年月日を入れる場合とかね、よく古典の先なんかにもあると思うんですけども、干支は何の年で、元号があって何年ってあって、それは何という十二支が入りという、教養的な話ですね。であとは、12ヶ月、旧暦ですね。臼杵、如月、弥生から始まってということとか、二十四節気、立春から、冬至、大寒までの二十四節気で、季節を示すとか、いろいろなことがこう書かれていて、最後に、落款印、画印の、サイズの話ですね。1文字の小さいタイプから、6部、7部とこうあるんですけど、私が、古川先生に、彫ってもらったのが、7部。6部、7部、6部ですかね。ここまで大きくない、このサイズですね。6部ですね。で、この縦長のね、印集印と指名印と画号印と、私は画号を持ってないので、ですが、主文のものは、自分で、彫りました。で、指名印の、指名の名前の方だけですね。名前の方だけは古川先生に彫ってもらいました。ということで、私はこれまでずっと作品にその名前だけの印をずっと押してきています。で、いろんな作品あるんですよね。このように、変額、それから半切、それから扇面、それからもっと大きいサイズでは、全紙とかね、蓮落ちだとか、いろんなサイズがあるんですけど、こちらのね、仮名の作品も
各短歌なのか、俳句だったら、まあ短冊でいいと思うんですけども、和歌となった時に、まあ、色紙なのか扇面なのか、もっと大きい紙に台紙で書くのか、まあいろいろあると思うんですね。で、必ず先には、画号を、画印を押すということを想定して、作品を作ると。そこまでで、引用して、そこまでで、まあ、作品なのでね、その余白を残しながら、こう、収めるということなんですけれども、漢字作品だったら、何々書ですけども、仮名だったら何々書くと、こういうふうに入れたり、入れずに含意を小さく一つ押したり、まあいろいろな、です。ということで、これ教養編なんですよね。で、次の動画で、楷書編、行書編、草書編と、やっていこうと思います。で、その後に、隷書、篆書編、仮名編、創作編と、ありますので、まあ、他のね、古典の臨書だとか、実用だとか、ペン字だとか、いろいろやりながら合間で、紹介していこうと思います。こればっかりしゃべっててもね、つまんないんですけれど、添削ばっかりだったり、古典の臨書ばっかり、それから実用の書ばっかりだけでもね、偏ってしまうので、師範レベルでは、楷、行、草、篆、隷、どういう古典を、学べばね、一通り師範として、通用するかということですよね。抜け漏れがないという点では、どこの、組織であっても、ほとんど変わらないと思います。なのでね、ここで、学んだことは他で通用するのかなっていう心配はあまりしなくていいのかなと思います。だいたい、どこのテキストも取り上げる、古典の作品、その臨書っていうのは、大事なところを押さえてます。まあ、長い歴史の書ですのでね、今のベンチャー企業と違って、ごそっとここが抜けてるとか、そういうものはね、まずないです。どうにか一つを、とにかく初めから終わりまで全部やり終えるということが大事かなと思います。今回は、教養編ということで、お話をさせていただきました。何もね、現代書道講座だけが素晴らしいということではないので、他の組織のテキストだったり、通信教育だったり、通ったり、そこの書道塾の先生の指示に従ってもらうのが良いかなと思います。あくまでも参考にしてください。ぜひ、チャンネル登録してね。ぜひ、この続きね、今、1ということですけど、2、3、4、5、6、7と続いてきますので、この話もね、全部見渡して、一通り、師範家としてのね、書道の教養が身につくということでやっていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。